ほら、いっちゃんね、この、私が調べた被疑者で、本当にまだ、シャブが切い取った被疑者がおったんですよ。だその時にね、その、この覚醒剤を打ったその被疑者っていうのは、本当こう、被害、被害妄想。うん、それと、幻覚が見え取ったんですね。うん、で、なんか、あもう、うわーって言うんで、どうしたんやって聞いてみたら、秋山さん、この取り調室の,の窓に、 もうカーテン閉めてくださいって言うんですよ。カーテンだカーテン。いや、もうカーテンがなかったら、段ボール貼り付けて、もう頼もうって言うんですよ。どうしたんって聞いたら、やはり、こう、被害妄想で、もうまた警察に追われると。もう被害妄想なんで、外から警察が、もうここ警察なんやけどね。そうですね、目の前に警察が。そう。もう警察なんやけど、そんなことを忘れて、もう被害妄想なんで、窓から警察が来る。で、 もう、バリア張ってみたいなね。これは被害妄想なんですよ。ほんで、しばらくしたら、秋山さん、その後ろの壁見てくださいって。ウジム虫がいっるじゃないですか、ともう、うわーって。それほど、この、覚醒剤っていうのがね、人間を殺すんですね。もう本当、この被疑者も、ほんまに被害妄想と、この幻覚、もう,う、もう、調べ室の全体がウジム虫がこうおるような幻覚になるらしいんですよ。 もう秋山さん、この宇治虫がもういっぱいおるんですよ、もうここから出してください、みたいな。まあ、しばらくしたら、その時聞いてたんですよね。で、えー、別件で当然、最大覚醒剤、最大をしましたけどね、まだ聞いてたんで、まあ、そ,それだけまあ覚醒剤っていうのは、人間を蝕むんですよね。